アンリーシュのロゴアンリーシュは日本のロックバンド。最新シングルソローツー・グロースを2021年8月25日にリリース。2017年結成。メンバー変更を経て2019年11月17日にファーストアルバムファッシネーションをリリース。同日リリース記念ライブをアフタービートで開催。2020年8月8日にはホースシングル ネメシアを公演タイトルに関した無観客ライブライブ2020ネメシアマイナスを YouTube 配信した。アンリーシュとは解き放つという意味である。自身の音楽性を解き放つとともに聞き手と思いを共有することで日々の様々な苦悩から解放したいとの思いが込められている。ロゴや楽曲クレジットタイトル等の英字フォントには一般に普及している。 タイムズニューロマンを採用している。これはデザイン面の観点からだけでなく、様々な媒体での表記における汎用性と上調性を考慮したものである。京都のバンドシーンで顔なじみであったシュンと進むかな深夜の旧友であったアツシの間でバンドをやろうということになり結成された。20代の頃アツシと進むなりはフェンリルという 同じロックバンドで活動していたが、解散に伴い厚氏は音楽活動そのものをやめてしまっていた。深夜の強い誘いや同時期に活動していたバンドの再結成等が刺激となり、再活動を決意することになる。当初は厚氏がボーカル兼ギターを担当する予定であったが、旬がザバックビートルナスーで活動を共にしていたユースケを勧誘したことをきっかけに、 ボーカル専業に転じる。ユうスケは、アツシは、ギターも上手かったけど、ボーカリストとしてもそこら辺の連中の中で群を抜いていた。俺がこいつをボーカルに専念させてやらなければ、もったいないと思ったと語っている通り、旬が送ったスタジオでのリハーサル音源を聞いて即座に、加入を決意した。こたは、ユうスケのいとこ。お互いが一人っ子であり、また、父同士が兄弟。 母同士が、いとこという兄弟同然の関係であった。ゆうすけの誘いにより、一時ザビートビートに参加していたが、解散により、ギタリストとしての活動を休止してた。春の誘いを受けたゆうすけは、ツインギターの携帯を所望していたこともあり、即座に相方として、答え声をかけたところ、ゆうすけの誘いならと一つ返事で加入する運びとなった。その後、 数度のライブを観光したメンバーであったが、一心上の都合により、深夜が脱退。公認として、ユースケ、シュントルナスーで活動を共にしていた幼児は、自身のバンドリーインカネーションが解散したタイミングで、誘いを受け、加入することとなった。ゆうすけは、幼児とは、音楽性もバンドのあり方そのものや運営に対する考え方も非常に近かった。彼とはいつか一緒に、 オリジナル曲を携えた、バンドやることになると感じていたと語っている。作品については、主に、厚志と祐介が作詞、作曲を担当している。まず、それぞれが原曲となる曲を持ち込み、それをもとに、祐介が一旦アレンジを施したデモ音源を作成し、メンバー全員でさらに作り込んでいく手法をとっている。作詞は主に厚志が担当するが、 原曲者が歌詞を持ち込むこともある。アンベールは原曲を幼児が担当しており、現時点で唯一、漁師以外が原曲者となった作品である。クレジットタイトルの作詞、作曲は原曲者に関わらず、バンド名義となっている。これは、著作権から発生する、印税収入などの権利を公平にし、5人全員で作品を作っているという意味が込められている。 前述の理由から、アンリーシュには明確なリーダーは存在せず、また確立されていない。90年代の日本に多く存在した、オルタナティブギターロックバンドの流れを組んだ、音楽性である。ギタリストの2名に関しては、ファンヘーレンやトートーなどの80年代の洋楽を代表する、ハードロック、アメリカンプログレハードを筆頭に、邦楽においては、ユースケが、ルナシーやチャー。 コタは、ボーイやそのギタリストであった、ホテイトモヤスに代表される、ビートロックからの影響を公言している。非常に近しい関係性によって生み出される緻密なアレンジに基づく絡み合いや、一切の遠慮なくぶつかり合うギターアレンジが、アンリーシュの大きな魅力の一つとなっている。また、両氏とも幼少期にピアノレッスンを受けていたことから、クラシック音楽やオーケストラに対する造形も深く、 バラード曲を中心にピアノや大胆なストリングスアレンジを取り入れた楽曲が多く存在していることも特徴である。ファーストアルバムファッシネーションのボーナストラックやコンサートの SE として聴くことができるピアノ曲はユースケのアレンジと演奏によるものである。メンバーそれぞれが異なるルーツを持ちながらも点在する共通項を掛け合わせることにより アンリーシュ特有のサウンドと音楽性を創造していると考えられている。配信シングルライブ会場内限定配布、シングルスタジオアルバム、ありがとうございます。